株式会社川徳は、岩手県盛岡市に本社を置く百貨店である。日本百貨店協会加盟。1866年創業、創業150年を誇る老舗。盛岡市菜園の本店、パルクアベニュー川徳は、盛岡市街地唯一の日本百貨店協会、加盟店である。川徳スーパーシャトル二代目専用車両、パルクアベニュー川徳付近にて、本店。 パルクアベニューカワトクは売り場面積25,673平方メートル2005年時点での売上高は236億7,300万円で全国94位。毎年11月に開催するセール、エビス港は三陸地方など県内各地から客が殺到することで知られる。森岡市内の道路整備が遅れていた時代には来店客を乗せたバスや 自家用車によるエビス高渋滞が森岡の晩秋の風物詩だった。本店に隣接して別館、キューブ2、森岡市緑ヶ丘には食品スーパーを各店舗とする複合店舗、アネックス川徳を運営。百貨店事業のほか、クレジットカード事業、旅行代理店、川徳トラベル、チケット販売、レストラン等を経営するグルトン川徳、セレクトショップ、ブドウ屋、 県産品、クラフトセンター、川徳一番館など多様な事業を展開している。お中元やお西房の川徳の放送紙は、森岡市内はもとより、岩手県内でも強固なブランドでありイメージは高い。ものの、近年は地盤である北東北地方の景気回復の遅れ、またお膝元である、森岡市郊外へのイオンモール、森岡や、イオンモール、森岡南の出店もあり業績は、 伸び悩んでいる。県内各地にあった、サテライトショップ、プラザカワも徐々に閉鎖し2005年に全敗した。百貨店業態は本店のみで多店舗展開は、しなかったため大きな打撃こそ受けてはいないが、期間店である本店の売上高回復が、喫緊の課題となっている。東日本大震災後、沿岸部へ、外商窓口を兼ねた小型店舗で出店を再開。 2012年に宮古市、2017年に大船渡市、前後して2015年には初の県外店舗として青森県八戸市にも進出している。商品仕入れは伊勢丹系列の全日本デパートメントストアーズ開発機構に加盟している。2005年には E ーバンク銀行と提携、最近ではハウスカードであるパルクカードからセゾンカードと提携し、 カワトクカードに一新するなど、新しい試みも行われている。かつては、アネックスカワトクと本店を結ぶ、カワトク会員専用の無料送迎バス、カワトクスーパーシャトルが、ハイデッカータイプの専用塗装車で運行されていたが、2020年6月30日を、もって廃止された。車種は、日のセレガハイブリッドで、岩手県北自動車もリオカ営業所に運行を、委託していた。 1989年に百貨店とスーパーマーケット、川徳ストアの運営ノウハウを生かし森岡市郊外に開店。百貨店と総合スーパーの中間的な複合店舗である。テナント棟、オフィスビルのアスティ緑が丘を併設している。ユニクロが岩手県初出店テナントとして出店していた時期がある。同店がイオン。 森岡南に移転後はやや制裁を書いているが、川徳本店と、たびたび連携セールを展開するなどの施策を打ち出す。ほか、当初より、友の会会員向けに本店とのシャトルバスを運行するなど、近隣住民にとっては、ミニ川徳として定着している。日本商業年間1972年版、商業界、ピアニッシモ49、498。 abcdfghijkl e F, G, H, I, J, K, L, 流通、会社年間1990年版、日本経済新聞社、ピアニッシモ、18から19エビー株式会社、川徳第70期決算広告2005年度百貨店、調査、日本経済新聞社。abc、老舗あり、森岡市、川徳、岩手の小売業を牽引番集の名物、エビスコ渋滞。 産経新聞長官2018年10月21日、スーパーシャトルバス川徳をしまれ、半世紀の歴史に、幕盛岡、川徳一番館内岩店閉店岩手日報2021年1月19日、閲覧。ありがとうございます。